マックス・バルター・シュルツと夫をゴッチェ・マックス・バルター・シュルツはドイツの作家。マックス・バルター・シュルツは1921年にサラリーマンの息子として生まれた。国民学校とギムナジウムを出た後でドイツ国防軍に徴兵され、1939年から1945年まで第二次世界大戦に参加した。アメリカ軍の捕虜となり、1945年に そこからソ連占領地域に帰還した。1945年と1946年に、見習い校と新任教員として活動した後、1946年から1949年までは、ライプツヒ大学の教育学を勉強した。この間に、ドイツ社会主義統一等に参加。1950年から1957年まで、教師の仕事をした。 1957年から1959年まで、ライプツヒのヨハネス・アール・ベッヒャー文学研究所で研究し、1964年に所長に昇格し、1983年まで彼はこの職務につき、その後、文芸雑誌、意味と形式の編集長の仕事を引き受けた。1990年に退職。マックス・バルター・シュルツは、小説や物語、批評。 エッセイの書き、彼の物語作品は、ビッターフェルダーの道文学の典型例であり、私たちは風に舞う誇りではないは、東ドイツの読者たちに大きな反響を呼んだ。60年代終わり以降の東ドイツ文学の歴史で、重要なのは、シュルツが当時の作家たちに対して、批判的で、およそ公式的な発言を行ったことである。 マックス・バルター・シュルツは東ドイツ作家連盟に所属していて、1962年から1963年までそこで秘書をして、1969年から1990年まで副理事長となった。1967年から1969年まで、シュルツは SED の党員候補となり、その後1971年までライプツヒ,ヒケンのメンバーに選ばれた。 東ベルリンの東ドイツ作家連盟のメンバーであり、1962年から1963年まで、アカデミーの秘書を1969年から1990年までは、副理事長をしていた。1967年から1969年まで、シュルツは、党員候補であり、その後1971年まで SED の、ライプチ七方支部のメンバーとなる。 1969年に東ベルリンのベルリン芸術アカデミーメンバーに選ばれる。ありがとうございます。